いや仕事も大事だけどさ、やっぱ子供欲しいじゃん。大内さんみたいな人がターゲット層なんだけど。立川さん、私子供持つ予定ないです。子供が生まれても絶対に夢を諦めないって思ってたんだけど。子さんいると毎朝大変ですね。ママ言うはうんちしたかも。え、あ、すいません。自分の人生と母親としての人生、どっちが大事なんだろうってもうぐっちゃぐちゃ悩んで、考えた結果ちゃんと両立するには今はこうするしかないなって。沙織さんが全部我慢して背負って頑張ってるのに、もっと考えることあるでしょ。あの日夢見た理想。母ちゃん元気ないからお守り。私本当は仕事辞めたくないんです。子供いてもいなくても彩とは家族。マイライフママライフ。